皆さんこんにちは、6月の20日に奈良県大和郡山市にある八田寺に行ってきました。八田寺はアジサイで一応有名なんですけども、今回その写真を撮りながらこの胸にキヤノンのパワーショット V10 をこうつけましてですね、少しばかり動画も撮りました。境内の中をアジサイの間を歩いて、そして写真を撮りながら動画も撮りましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。おはようございます。カメラはですね EOS R6 に、1740の広角ズームをつけて、でさらに R7 に、70-200 をつけて、両方を使って写しました。でさらにですね、この写真のようにスマホですね、あんまり上等でないスマホなんですけども、これも使って時々写しております。こんな階段登るんだったっけ。もうまず完璧忘れてるわ。そうか、早速カメラ持ってる人がおられますね。これね、サラソウジュの花ですよ。サラソウジュの花の色、これですね。ちょっと写しましょうかね。この八田寺は一般にアジサイ寺というふうにして親しまれておりますけども、正式には八田山金剛山寺というのだそうです。で本尊はお地蔵様です。境内にたくさんお地蔵様がいらっしゃるんですけれども、ご本尊もお地蔵様ということです。これちょっとやってみようか。これね、野鳥撮影の時に使ってるカメラだから音が出ない。ちょっとこれ綺麗やな。綺麗ですね、この花もね。ちょっと広角で。八田寺は飛鳥時代、西暦680年頃、天武天皇の勅命によって建立されたそうです。花のテラス行ってこようか。ここね、これは花のテラス、上から見るんだ。おお、なるほど、上から見えるって。ちょっとこれはこれなんか、いい匂いする。アジサイのいい匂いがする。何年ぶりだろうね。
5、6年ぶりぐらいだろうか。こう来たの。もうね、カメラも変わったしね。ああ、これ面白いな。うん、いい感じ。スマホでも撮っとこう。ああ、これな。ちょっと違うんだな。ああ、ここね、懐かしいな、昔ここ。写真を撮りましたね。あの時よりも今日はずっと。たくさん咲いてる。これどうすか。ちょっと花がここは少ない。向こうか、そうか。ね。アジサイのトンネルかな、これは。ああ。そうね、これも。八田寺のアジサイは、およそ60種類、そして1万株あるそうです。こんな感じだな。うん。これね。こっちも順路になっている。ああ、なるほどね。この日八田寺に訪れたのは、まあ、朝からね曇りだということが分かっていたからなんですね。快晴だとねどうしても光が硬くて強いので、こう綺麗にこの花を映せないというのが念頭にあったのでね、まあ曇りの日を選んでいったということです。できたらちょっと小雨が降るぐらいの方が良かったんですけども、もうこの日を除いて他にないと思って訪れました。わあ、これ綺麗ですね。これ綺麗だわ。これが流れて、ちょっとねこれアロゴしたPL フィルターを使うと完璧に水の流れが分からなくなる。ちょっとだけ残しといて、いう感じかな。先ほども言いましたけれども、このお寺は地蔵菩薩でも有名です。で、地蔵菩薩というのはお釈迦様の、入滅後民衆を救うためにこの世に出現したというふうに言われています。お地蔵さん、はい、撮影風景の動画はここまでになります。ご視聴くださいまして大変ありがとうございます。まあ、普段は野鳥を追いかけてる方が多いかと思うんですけども、本当はあの野鳥だけではなくていろんな写真を撮りたいと常々
思っているところであります。今後ともよろしくお願いいたします。